皆さんお久しぶりです。カイタです。久しぶりに続けていきましょうか。なんか最近オーディン編っていうのがなんか出てきたみたいなので、そろそろやんないとなってことで、じゃあやっていきます。いつもだったら2話ぐらいやってるんですけど、今回もスタミナ全部使い切るまでやっちゃいましょう。じゃあ行ってきます。12話。すごい雷。雷なのか。さ、寒いところから出られたと思ったら、今度は天気が悪くなってきましたです。またまた嫌な予感がするっぴ。すでにここは2体目の竜将軍の領地だ。何が起こってもおかしくはない。ピエ、え？なんだ、みんな何も言ってないのかな。なんでこう、そういうことを知らないメンバーがいる。チームとしてどうかと思うよ、俺は。でもここはやりやすいですね。自分たちは火なので。あれ、いつも通りですね。僕の方は全然パスが適当なので、下手だとかそういうのに関しては聞きません。倒しきれないなんてことがあるのかい。だから僕このストーリーしか見せないっていうのはそういうところなんですよ。普通のねクエストダンジョンだったら自分のこのパズルの下手さがわかるっていう、多分生かしきれてないとかすごい言われるんだろうなっていう。1回ではですね、ちょっとうちの親がですね、ちょっとボランティアの関係で会議開いてるので、もしかしたら声が入るかもしれない。大丈夫かな？そう言ってるうちに向こうから出てきてくれたようだ。スリーギリア、ここは乱欲の人流帝が滑る地。ダエの許可を得てこの地に足を踏み入れた。すごいトップティラ。あの竜の周囲を渦巻いてるティラ。ほう、お主らは竜監視か。竜将軍、私はソニア。伝説の竜に挑むため宝玉を求めてきた。ふむ、ここに来たということはベイツールを倒したか。ならば我にも見せるがいい。伝説の竜を目指す、その力を。ボス、乱欲の神竜帝スリーディア、我の数を打ち破れるか。3ターンの間ダメージを軽減。もう久しぶりすぎて覚えてないよ。じゃあやっていきましょうかね。闇の方が多かったな。あ、なんか、なるほど。伝説の竜に挑むという言葉ははったりではないようだ。神竜帝スリーディア、お前が持つ竜の宝玉を預けてほしい。ここで引き返した方が楽かもしれんぞ。大丈夫、私には頼もしい仲間がいる。ふっ、なかなかいい目をしておる。勇敢しソニア、お主の力を認め竜の宝玉を授けよう。なんか来た。スリーディア、感謝する。声間違った。やったティラ。これで宝玉が2つティラ。このまま一気に残りの宝玉も集めるティラよ。ふふ、ああ行こう。伝説の竜まであと少しだ。南翼の神竜帝スリーディアを倒したソニアたち。しかし間もなく、ここで引き返した方が楽かもしれんぞというスリーディアの言葉を思い出すことになる。不穏ですね。開かれたファスナー。じゃあ次13話です。全部で何話あるのかさえ知らないです。僕はティラが成長したのを見たら僕らも頑張らなくちゃって思ったっぴ。まあ勇気ライバルとかっていうのはそうだよね。人生にライバルっていうのは僕はいないからちょっと分かんないけど、いました皆さん、なんか人生のライバルとか伸びなかったり。ライバルって言えるほどのがいないよね。そうだな、ならばこの機会にみんなが成長できるよう必要なものを集めることにしようか。私もソニアさんをお手伝いしますです。前には成長して姿が変わったりしないティラは、私がですか。私は竜監視ですのでティラさんみたいにはならないと思うんです。
チラみたいなことになったらすげえ笑っちゃうんだけど俺。もう人間の体、人間ではないけどさ。闇泥投げ。ねえ、この中で誰も光がいないからきついんだよ。こういうやつは意外と硬いからな。いや、同じ闇だから、効果ないしな。地道にやっていくしかないのかな。いや、でもとりあえず、これで一列。一列効果もあんまりないね。一列効果があんまりないか。いや、ちょっともう一列効果でやっていくしかないしな。いやボス硬かったらめんどくせえな。あ、来た。とりあえず僕の成長を手伝ってほしい一匹。闇の番人。何今更やねんって。はい、じゃあやっていきましょう。倒そう。1234567891011121213。うん、13か。もうちょっと綺麗に分かれてて欲しかったっぴ。やっぱ火入れないときついって。しかもただでさえこいつ闇吸収なんだよ。闇やっちゃった。ご飯あげちゃった。皆さんってなんか小説読んだりしますか？僕は結構読むタイプなんですけど。ラノベですけどね。いろいろなモンスターを倒してみたが、どうだピエ、成長できそうか？ありがとう、ピッ。これで僕も成長できそう、ピッ。ペイさんが成長、どんな姿になるんでしょう。うおー、力が溢れてくる。すごいことになったね。すごいことになるんだった。大変です。成長したら性格も変わっちゃったりする。で、冗談、ピッ。強くなっても、ピッ、ピッ。そういえば、すごい見た目になるよね。はい。降り注ぐ名声。これパート7になるのかい。なんだか薄暗くなってきたな。空気もどこか重苦しい気がする。そうだな、妙な気配、物悲しい黄昏時のようだ。こんな時はろくなことが起きないティラ。あ、やった、闇だ。闇でこう倒せる。あ、やべえ、俺の悪い癖が出てる。確認してない。おおお、ダブルバイン。光コーテスキルにプラス、いいですね、いいですね。出たオタク特有のいいですね。これどんどん倒す。5か。こう言って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 、あ、でもよかった、硬くなくて。若干闇が少ねえんだよな。あ、よかったよかった。これどうなるんだっけ。対象変化しまくりね。あったね。ダメか。やろうと思ってたことできなかった。じゃ次が5ですね。騒がしいな、小物どもが迷い込んだか。誰だ。我は天皇の清流帝デフォード。
冥界の大地を滑る竜将軍である。三体目の竜将軍、確かにこれは一筋縄じゃいかなそうだ。竜の宝玉を求めし者よ、我に示せるかその力を。怖いティラ、本当に勝てるティラか。平気っぴ、ソニアの力を信じるっぴ。みんな力を貸して必ず勝利してみせる。デフォードかっこいいな。さあ見せてみろ。4コンボ以下の攻撃を吸収、光ドロップを回復ドロップに変化。4ですもんね。4だもんね。したら、いやー、このドロップはあんまりしたくないんだけど、ドロップっていうかこのパズルしたくないんだけど。あ、いけたいけた。フォフォ、このデフォードを倒したか。ぼちぼち我も年かの。認めてくれるか、私たちの力を。うむ、宝玉を受け取るがよい。そしてリファイブが待つ炎の大地へ進むがいい。あと音鳴ってんのかな、 BGM ないが。 リファイブ、そうか、次はリファイブなのか。ソルさん、顔色が優れないようですが。ここから先は今までのようにはいかん。特にリファイブは容赦がないからの。簡単に行かないのは覚悟の上だ。進もう、リファイブのいる場所へ。3体目の竜将軍を撃破し、息上がるソニアたち。しかしソルだけは一人沈み込んでいた。若いの、ね、ドン、真の絆第15話。なんか懐かしい顔がいたぞ。ソル、浮かない顔しているが大丈夫か。そうティラ、怖い顔がますます怖いティラ。炎の大地を滑る竜将軍、こいつは今までの相手とは桁が違う。そんなに怖い竜将軍さんなんですか。今のままでは勝てないということか。おそらくな。どうすればいいのでしょうか。ピエさん、何か意見はないです。そんなこと言われても急にパワーアップなんて難しいっぴ。まあなんか炎だしね。自分たちが炎だから相性の面でも悪そうだよね。でもその点で言ったら先に水来てんのかな。説得力ねえよみたいな感じかな。あ、つまみ食いされた。ドン。怒ったポン。なんか、ヒドロップを消さなくする。へえ。こんなのあるんだ。これで。ヒドロップ消せなくしたところでこいつになんか意味あんのか。はい、最後。おお、椿。仲間と共に思い悩むその表情。真の絆を結ぶことができたようですね。そろそろ会えるんじゃないかと思っていたよ、椿。君の言っていたことの意味、旅の中で彼らと出会い、戦うことでやっと気づくことができた。うん、彼らが教えてくれたんだ。彼らがいなければ、私はきっと道を見失い、竜を道具としか思わない愚者になっていただろう。竜監視と竜は対等の存在、共に歩む戦友。あなたはそれを知り、道を間違わずに進んだのですね。椿、もう一度手合わせを願いたい。今の私の力をその目で見てほしいのだ。お受けいたしましょう。竜との絆を結んだその力、存分に振るってください。いいです、いい目です。私も本気でいきましょう。スキル一旦減少された。とりあえず回復しておきましょうかね。で、いらない水も消しながら、いらない水とかちょっといらないやつらを全部消しながら
なんて読むんだろう。竜飛、竜飛鏡。これでどこまでいくか。おお、硬い。まだまだいきますよ。3ターンの間攻撃力が 1.5 倍。これはただの本当に気休めにしかならないでしょ。で、やばい。この状態にして、微妙か。いたーか。勝ったのか。私たちが仲間と共に得たあなたの力、とくと拝見させていただきました。今のあなたになら私も力をお貸しできます。椿、君の目的は何なんだ。前に言っていた使命とは一体。私の使命は、若き竜冠士の心を見定めることです。竜の物語を語り継ぐに、ふさわしいかを確かめるために。竜の物語を語り継ぐ。竜冠士の本来の役目は、竜と共に歩み、その生を次の世代に語り継いでいくことなのです。それは竜と絆を結び、互いに認め合わなくては不可能なことでした。それを教えるために、何度も私たちの前に現れたのか。しかし多くの竜冠士は強大な竜の力に溺れ、役目を忘れて身内を見失ってしまうのです。そうか、だから君は私の前に現れた。道を見失いかけていた私をとどまらせるために。けれどもう心配は不要のようです。あなたは変わられました。とても良い方向に。今のあなたなら彼と絆を結ぶことができるでしょう。ソニア、久しいな。ワンクレン、どうしてここに。久しぶり。彼は強き心を持つ竜冠士と絆を結ぶことを望んでいました。正しい道を見つけたあなたなら、あなたとならきっといい絆を結ぶことができるでしょう。この時を待っていたぞ。ソニア、俺の頭に手を添えるのだ。こうか。竜族の名において、我は竜冠士ソニアと絆を結ぶ。あ、また体の底から力が湧いてくる。これであなたとワングレンは絆を結ぶことができました。竜の力があなたに流れ込むのがわかるはずです。これで俺も外の世界で存分に暴れられる。ワングレン、私と一緒に戦ってくれるんだな。お前の行く末を見届けたくなった。共に歩もう、ソニア。この絆を大切にしてくださいね。ありがとう、ワングレン、椿。椿の助力によってワングレンと絆を結んだソニア。絶世の竜冠士の力を持ってに4体目の竜将軍のもとに出向く。クリア。あ、もう時間が7時40分。次がソルの苦悩。ソルもなんかそろそろ進化してほしいな。あー、懐かしい。ソニア、ここまで来た。これを見ればわかる。僕これにしちゃったんですよ。いや、マジ、いや、マジな、マジな。何やってんだ俺、失敗したよな。悩んでも仕方ない、行くぞ。ソニアはサウナの力つけたというのに、俺には力なんて。くやはりリファイブには。ソル、リファイブに強い思いがあるようだが、一体前に何があったんだ。俺も竜冠士を目指していたと言っただろう。その時リファイブに敗れてしまってな。ソルさん、リファイブさんを見たことがあるんですか。あ、だから分かるのさ。奴は桁外れの力を持っていて、今のままでは叶わないことも。やはりここでソルに力をつけていく必要がありそうだな。マイネ、ピエ、サポートを頼む。任せてください、任せる、ピー。ピー。ね、4つでも消せるやつ欲しいよ、本当は。硬いし、みんな。ヒドロップ来い。ほら。つってもな。よいしょ、ごめんなさい。でも火と闇以外にまともな属性ないよ、普通に。痛いし。
僕もなんか普通になんか適当にドロップ動かしてたらやられそうな気配はプンプン。まだだ、まだこんなものじゃあいつには。ソルさん、私が全力でサポートします。頑張りましょう。やっぱり火だからきついよ。硬いしね、硬いしね、痛いしね。どうしよう、聞かないよ。全然聞かないんだけど。どうしたものか。やられたか俺。大丈夫か。怖えな。怖えな。もう回復しないと負け決定だから。え、こんなに効かないことある？どうしよう。じゃあ条件は揃ってるから。揃ってなかったけど、やべ。何、もしかしてだけどこれ、悩んでた俺バカだね。これどうだ、もう次は向けない。俺には仲間がいるからな。サダッピー、その通りですよ。そういうのは理由でも、これじゃあこっちには効かないんだもんね。どうしたらいいの？これはどうしたらいいんだ？これはどうしたらいいんだろうな。もしかしてネバーリスかね。固定ダメージ持たないってダメなのきついよね。いけ。なんか。粘らないといけない場面も出てきたね。大福星、うわー、あ、かっこいい、かっこいい。やったてら、それが成長したてら。これが俺の新たな力。しかし姿はあまり変わってないような。そんなことはないぞ。っていうのは以前より強くなっているようだし。そうです、とても強そうなんですよ。大事なのは見た目じゃなく中身だっぴよ。そうだな、待っている、リファイブ。まず目そこだったんだ。じゃあ行きましょう。第17話、極炎の竜将軍。熱きの竜将軍さんがいらっしゃる炎の大地でしょうか。あ、熱いです。ここは波のモンスターでは生きられない過酷な地だからな。まあここでね、
普通に喋ってるだけ、みんなも成長してるっていうことですよね、ちゃんと。倒せんのか。どうぞ。いや、懐かしい。さら、イフリートか、懐かしい。なんか、結構昔に出てきた、なんか全然倒せないキャラ。ババコンガじゃないけどさ。ババコンガ全然倒せんね。なんかすごい硬かった記憶がある。なんか昔やってた頃。いやでもいいですよね、今から始められてるユーザーの人たちね。超絶経験値あんなに来なかったよ。辛かったよ俺、来なくて。みんなで、いや次いつかなーとか言って、で来すぎた結果、なんか昔の100ランクだったら297結構持ってるみたいな感じの雰囲気だったのが、いやお前持ってないのに107のランクみたいなことがあって、いやしょうがねえじゃんみたいな。それが今ね、あの石も手に入りやすくなって、その結果なんか297がすごい取りやすくなったので、それは素直にすげえなとは思います。運営頑張ったなーって。でもなんかね、やり込み要素っていうかなくなっちゃったみたいな人っているのかね。ここは倒した次だ。こんな場所を滑る龍将軍、間違いなく強敵だな。覚悟しておけ、この先で待つのは最強の龍将軍だ。デザインかっこいいですね、やはり。引き返せばいいものをわざわざ黒煙に焼かれに来るとは。ひえ、出たティラ、リファイブティラ、すごい炎を戻ってるティラよ。くっ、力をつけたといえばさすが最強の龍将軍。前にするとすごい迫力だ。ふふ。ソニアさん、この時に何を待っているんですか。いや、ただ考えてるだけだ。前の私ならきっとこの場に立っただけでおじけついていただろうと。お前たちに出会うまで私は一人で戦っていた。だが今は違う、仲間がいる。だからこの兄弟の存在を前にしても恐怖を感じない。むしろ心が躍るんだ。仲間と一緒ならこの竜を倒せると。そうだ、俺たちにはこんなにも仲間たちがいる。もう負けるわけにはいかない。その無駄口もすぐに叩けなくなる。貴様ら全員焼き尽くしてやろう。私は絶対に負けない。必ず仲間と共にお前を倒してみせる。付き合うぞ我が友よ。いやーやっちまうピー。爆炎の合流艇リファイブ、灰になるがね。間違った可能性がなくしにもあらず、だがやるしかねえんだよ。危ねえ、落ち込ん回復した。うっしー、よかった、勝った。最強の龍将軍を倒したぞ。この俺が一度ならず二度までも龍冠師に敗れると。何、私たちの前に別の龍冠師がここを訪れていたのか。ふん、聞いたところで無駄だ。どうせそいつも貴様も最後の龍将軍に勝てず滅ぶのだから。最後の龍将軍だと。龍の宝玉を持って先に進めば分かるだろう。最後の龍将軍の恐ろしさをその身で味わうがいい。こいつが最後じゃなかったんだ。でこいつ自身もそいつが方が強いと。最強の龍将軍と目していたリファイブが言う最後の龍将軍と、そしてソニアたちの前にリファイブを倒していた謎の龍冠、その正体は。残り60だから、じゃあ最後これで終わりますね。交差する龍冠師、伝説の龍さんにお会いする前にもう一波乱ありそうなのです。リファイブが言っていた最後の龍将軍ってやつだな。それもだが、私の前にリファイブの元を訪れたという龍冠師のことも気になる。サラマンダ。そうだ、俺イフリートのこと最初ね、なんかあれこいつの名前サラマンダじゃなかったっけかなと思ったっけ、進化前か。え、なんかドラゴンライダーってこういう系に乗ってるの。
からドラゴンライダーよりもその乗ってるドラゴンの方がレア度高かった気がする。あ、分かったティラ、椿だティラ、やつなら可能ティラ。椿か、確かに彼女なら納得できるが、椿さんを探してみるです。でもさ、あんなこと言っててさ、え、私の方が先に倒してましたよとか言ったらさ、悪情じゃねえ結構。ドン。こちらのアードヘック、炎の力流ブリーズブレス技。はい、ドン。あー、リュウキエルドラドかっこいいよね、大好きなんで俺。さあどんどん数出していきますよ。もうだんだん言葉とか荒くなってくるからね。あ、もともと敬語キャラじゃないから。敬語キャラっている？そもそも現実に規則は守りため。俺クラスにそんなやつにかって人形が一番はちゃって恋愛。で、一番はっちゃけるやつじゃないと委員長にそもそもならなくてね。じゃあ次ボス誰だ。彼女を探しながら進んでみたが、椿の姿は見当たらないな。東ってもっと探してみるティラ。椿が仲間になってくれたら鬼に金棒ティラよ。いや、椿は己の使命のために行動している。これ以上私たちに手を貸すとは思えないが。あの、今椿とおっしゃいましたか？あなた方も彼女にお会いになられて。誰だ？私はね、伝説の竜に会うために旅をしています。宝玉を持っているということはあなた方も同じでしょうか？そうか、リファイブが言っていた竜冠師はね、お前のことだったんだな。はい、しかしそれもここまででしょう。この先は私一人では厳しいようです。ですから、共に戦っていただける方が現れないかお待ちしていたのですが、お会いできてよかったです。私たちと共に行くというのか？はい。ですが、見知らぬ者が共にと言っても信用できないでしょう。まずは私の力をご覧ください。参ります。めんどくさいんだよな、これやられると。ロックされてるのを全部消したい。導きの創建ハゼル開始1の固定だし、そんなのわけない。はい、オッケー。ああ、負けてしまいましたか。お強いですね。一人で全員相手取ることができるなんて、やはり凄腕の旅館者。ありがとうございます。でも本当は勝つつもりでしたので、少し悔しいのですよ。椿さんにも力を認めていただけていたので自信があったのですが、これでお仲間に入れていただくことは難しいでしょうか。なことないっぴ、すごく強い力だったっぴ、とても頼りになると思うのです。私もみんなと同じ意見だ。ねえ、私からもお願いする。共に伝説の竜のもとへ行こう。本当ですか？ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。一騎当選の力を有する竜冠師、ネイを仲間に加え、ソニアたちは最後の竜将軍が待つ地に足を踏み入れた。皆さん気になると思うんですけどね、ここまでですね。カラフルポイズンっていうのが次みたいです。何は進んだんだろう。最初中2話だけ。1、2、3、4、5、6、7話。だいぶすんない。そう。今なんかあれね、ガチャの方でこうスーパーアンケートゴッドフェスやってるじゃないですか。それを僕も何回かやった結果がこれですね。
いや、そうなんだよね。なんかウリエル2体いるし。ヘスティア2体。セッテも2体。もうこっちにいたと、ヤマトタケルに関してはこっちにもいますからね。で、一番悩んでんのが、ここなんですよね。ルシファー6体。いるか、こんなに。いるのかな？あと、なんかあれ、検索できますもんね、今。大魔女？一応全部いますね。なんかね、こういう感じで、被ってきてる、やっぱりね。そんなに被んなくていいのに被ってきちゃった。どうしよう。え、なんかモアがいる。なんで？え、なんでモアがいいんだ、俺。なんでモアがいいんだろう。え、そうですよね。なんかヘパストストラゴンとか、なんか、あれ、いつ手に入れたっけみたいな。なんか、よくわかんない間にいる。ここら辺はなんとなくわかる。なんでパリスのか。そう、ここら辺はなんとなく自分でわかるんですよ。ああ、やったかなーって。いや、のぉ、そう、なんかこう、ピュートもいる。え、なんで？全然記憶にないや。ファガンだっけ？ファガンはね、なんか自分でやってるのも記憶にあるんですよ。なんでいるんだろうな。まあ、とりあえず今回ここまでということで。で、皆さんでは、動画最後に見ていただけましたら、見ていただいてなくても、チャンネル高評価、グッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。せーの、じゃあねー。